クリス・セイボーは MLB で活躍した野球選手、内野手、ウトウミギウチ、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身、ゴーグルのような眼鏡をかけている。高校時代、1980年のドラフト会議で、モントリオールエクスポズから指名されたが入団せず、ミシガン州立大学に進学。1983年のドラフト会議で、 シンシナティレッツから二巡目に指名され入団。マイナーで4年以上過ごした後、1988年4月4日にメジャーデビュー。ベテラン、バディベルに代わって三類の定位置を獲得すると、シーズン前半は3割を超える高打率で、新人ながらオールスターに出場。後半戦は打撃不振でシーズンを通じての打率、271に終わったが、 46盗塁を記録し、ナリーグ新人王に選ばれた。1989年は故障のため82試合の出場に終わるが、1990年には148試合に出場し、打率270、本類打25、打点71、25盗塁の活躍で、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。秋には日米野球で来日した。 1991年はいずれも自己最高となる153試合、打率301、30本塁打26、打点88、安打175を記録。1992年は再び故障のため96試合の出場に終わるが、1993年に148試合出場で21本打八82打点を記録し復活。百九十四年は、 ボルチモアオリオールズに移籍し、ガイア州に転校するが、再び故障で68試合の出場に終わる。1995年は内野に再転校。シカゴホワイトソックスとセントルイスカージナルスでプレーするが、合計25試合の出場に終わる。1996年にはレッツに復帰。7月の試合で折れたバットにコルクが詰められていたのが発見され、7試合出場停止処分を、 受ける。この年限りで現役を引退。新人時代、当時のバドライトの CM に出演して、人気を博していたキャラクター、ブルーテリアのスパッツ・マッケンジーに似ているという理由で、監督のピート・ローズから、スパッツというあだ名をつけられていた。ありがとうございます。